はい、渋いと噂の魂の絆ガチャのお時間です。急に始まったな。最高レアリティの星4の提供割合は 3%、30回で1回出れば良いという計算ですね。ガチャの躍動感はすごい。星4の覚醒演出がいくつかあって、この画面の虹色の箱は星4です。今2つもあったけど。めっちゃ幸運です。実は渋いってのは騒ぎすぎたんじゃ。現実を見せましょう。怖い顔するなよ。どっちかというと武器の方が欲しいんです。贅沢言うな。これも。まだ50回も引けるじゃないか。さっき言ったでしょ。?30 回で1個出れば上出来だって。でも多少のブレはあるでしょうよ。じゃなきゃガチャなんか流行らねえよ。最初のガチャとそれ以降のガチャだと、最初に出てくるスライムの種類が違いました。スライムベスと普通のスライムか。これが普通のスライムだとノーマル、スライムベスだと期待大、メタルスライムだと確定、らしいです。見たことないかららしいとしか言えないんだな。あとは最後に倒すのがメタルキングだと確定で星4です。確定演出が見たけらスキップしたらダメなんだな。あとは、宝箱を開けるときにゴメちゃんが出てきたら、レア度を1段階アップしてくれるようです。これはもともとが星3の箱だから星4になったわけだな。そういうことです。最初のスライム、キングスライムの種類で確定が分かって、宝箱を開くときのゴメちゃんでレア度が上がる。これが今分かってる演出か。って言ってたら光の速さで終わったけど。結果、60回ガチャを引いて、星4が2個という当たり前の結果で終わりました。確率通りか。これまでの累計はリセマラを除くと、70回で星4が4個、3% よりは高いので幸運な方です。ならもっと幸運そうにして。一応当たりを引けてはいるんですけど、大の大冒険装備以外が当たった時の外れ感、すごいです。これから大装備の割合が増えるでしょ。多分。ということでやっぱりまあまあしんどいガチャです。ゴッドフェスとか獣神祭的なのが出るまでは、ジェムを温存するべきなのかもな。面白くなる日を待っています。続けないとそんな日は来ないぞ。それではここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価、Twitter フォローなどなどよろしくお願いしますだぜ。それでは。